年が。というわけで始まりました、レディオインです。まあ、おととい、はい、ビタミンワロップさんの方で、はい、そうですね、日曜日、そうですね、チャレンジ企画やってきました。どうでしたか？あなたがもう出れないっていうんで、はい、苦肉の策でやりましたけれども、はいはい、でも楽しそうな企画でしたね。そうね、企画的にはね、はい、うん、もうまたなんか違うのでやりたい。なんか男性陣がたくさん出た出た、うん、出た出た、まあまあ、違うジャンルというか違う生物でしたね。そうだね、またいつかやりたい。またいつかやりたいから、その時は来てよ、ちゃんと。わかりました、ぜひぜひ。気が向いた時しかあなた来ないから。そんなことないですよ、すっごい一生懸命頑張ってますよ。あ、そうですか、うん、今日は気が向いたから来てくれたんですよね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、この病院は、失恋に悩む患者さんたちのね、はい、お話を聞いて診察していこうという番組です。はい、で、あなたがメイチナースですね。何ですか？何ですか？ちょっと絡みづらいですね。そうですか？自己紹介をさせてあげてるんでしょ。そうですよ、はい、あなたがメイチナースですね。はい、皆さんこんにちは、メイチナースです。よろしくお願いします。メイチナースっていう名前になっちゃった。そして私が荒木院長です。名前なんですか？名前です。はい、あの原石の形にも荒木院長みたいな書かれ方してましたよね。荒木院長になってますもんね。メンテナンスですね。メンテナンスですね。メンテナンスではないです、メンテナンス。もうメンテナンスですよ、あなたは。ね、あなた四六時中メンテナンスですよ、もう。メンテナンスです、覚えてね。はい、はい、じゃあ、でこの病院、まあ、毎週あのいろんな患者さん呼んでるんですが、それとは別にちょっと症状が重いということで、はい、入院されてる患者さんがいますので、その方々にも自己紹介していただきましょう。よろしくお願いします。思い起こせば2年前、私はサラリーマンが好き、サラリーマンが好きと言っていた気がします。それに気づかぬ私はサラリーマンに彼女を奪われました。佐藤秀樹です。どういうこと？まあ後でちょっと洗っていきましょうか。うん、先日とある場所で彼氏にしたくないランキングナンバーワンを連覇したまさきです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さあ、まああのね、はいはい、チームゼロケツの花がない方っていうのでくくられる人たち、やめてください。ちなみに花がある方っていうのはどなたの？花がある方が今ちょっとまだ出てないんです。あ、そしてなんと今日はその方がゲストです。いいんじゃないですか、花があるんですから。そんなのないからね、大体ね。